乗方仙台本部でございます。都議会議員選挙も本日で6日目を迎えました。今回の都議会議員選挙は大変な激戦となっております。自民党最重点候補浜中乗方のために、本日この後前内閣総理大臣安倍晋三衆議院議員が応援に入ります。それではただいまよりご当地をお借りいたしまして、都議会議員候補浜中乗方街頭演説会を執り行いたいと思います。それでは初めに浜中乗方選対本部遠藤源太郎本部長よりご挨拶をさせていただきます。田無駅北口鉄道の市民の皆さん、そしてまた地元商店街の皆さん、このように連日連夜にわたりまして街頭をこの北口をお借りいたしました。そして街頭演説会をご用させていただいております。心より感謝を申し上げたいと思います。本日は司会が申し上げましたように安倍晋三前総理をお迎えし、この都議会議員選挙最重要選候補であります浜中乗方の必勝を期して市民の皆様に親しくご挨拶を申し上げ、そして皆さんのご支持ご支援により、この4年間西東京市で空白でありました自民党の都議会議員、自民党の都議会議員を奪還する今全力で選挙戦を戦っているところでございます。どうでしょうか、市民の皆さん。若さあふれる38歳、27歳で市議会議員に当選いたしまして、実行力、政策力、決断力、そして何よりも若さがあります。私も同僚として10年間3期、彼は3期10年間市議会議員を務めましたけれども、この行動力の素晴らしさは何にも皆さんに聞いてくれるところでございます。そして子育て世代の代表として、そしてお年寄りから若い方々の代表として、私は自民党と公明党が自信と責任を持って公認し推薦を申し上げているこの浜中乗方こそ新しい都議会議員にふさわしいのではないかというふうに思います。どうでしょうか、皆さん。どうか皆さん浜中乗方に大きなお力をお貸しになる気持ちを持ち上げまして、選対本部長遠藤源太郎からのご挨拶にさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして自民党第19選挙区支部長松本洋平衆議院議員よりご挨拶をいただきたいと思います。皆さんこんにちは。ただいまご紹介をいただきました地元衆議院議員の松本洋平です。田無駅前、大勢の皆様方がお集まりをいただいて浜中乗方候補を応援をしていただいております。その浜中乗方候補を応援をするために、前内閣総理大臣であります安倍晋三衆議院議員がただいま立川からこちらに一生懸命向かっているところでございます。まもなく到着をするところでございますので、もう一度皆様方におかれましてはお待ちをいただきたいと思います。安倍さんがなんでこの田無市の駅前にやってきて浜中乗方さんを応援をするのか、今回の東京都議会議員選挙が東京都にとって、そして国にとって大変大事な選挙であるということ、そして浜中乗方さんは東京都政に何としてでも必要であるということ、同時に現職2人に挑戦をする大変厳しい戦いを行っております。何としてでも皆様方に浜中乗方さんへのご支援を広げていただきたいということ、この3つの理由で安倍前内閣総理大臣はここ田無にやってまいりまして、浜中乗方さんのお願いをさせていただきます。どうぞ皆様方にはこの大切な選挙戦、私たちの代表といたしまして浜中乗方に絶大なるお力添えを賜りますように心からお願いを申し上げます。私は先人たちが紡いできたこの日本の歴史というものを見たときに、
私は先人たちの力って本当にすごいな、そんなことを常に感じている人間であります。今私たちは平和な社会、豊かな社会にこうやって暮らさせていただいております。でも思い返していただきたいと思います。戦争がありました。焼け野原の時代がありました。大変苦しい時代がありました。あの時に先人たちはもう一回日本を豊かにしていこう、そしてこんな苦労を子どもたちには決してさせないようにしていかなければいけない、こんな思いの中で先人たちが振り上げてきてくださったのが平和国家日本であります。私が生まれた頃、今から48年前、オイルショックがありました。町からトイレットペーパーがなくなって経済的な混乱が起きたのを覚えていらっしゃる方たちもいらっしゃるんじゃないかと思います。あの時の経験から先人たちが作り上げてきてくださったのが省エネ技術であります。今やその省エネ技術は私たちの日本の国の経済を引っ張る、そうした大切な大切な競争力となって私たちの国の豊かさを引っ張っていってくださっています。過去私たちの国は公害に苦しんだ歴史がありました。このままじゃいけないと思って先人たちは必死になってそれを乗り越え、そして省エネ技術を、環境技術を開発をいたしまして、今日本の環境技術は世界の中でも大変評価をされる、そうした技術として今私たちの暮らしを豊かにしてくださっております。これらを見ても分かるように、私たちの先人たちが紡いできた日本の歴史というものは苦しいこともたくさんありました。でもその苦しいことを必ず乗り越え、次の世代につながるような種をまいてきてくださった、その上にあるのが今の私たち日本、そして東京都であるということを決して私たちは忘れてはいけないんだと思っております。翻って今の日本を見てみたときに、新型コロナウイルス感染症、本当に皆様方に不自由なお暮らしをさせてしまって申し訳なく思っております。しかしながら私たちは何としてでも皆さんのお力をお借りをいたしまして、新型コロナウイルス感染症を乗り越えていく、都民市民の健康と命を守っていく、地域経済を守ってくださっている地域の事業者の、皆さんを守っていく、こうした取り組みを進めていって、新型コロナウイルス感染症を乗り越えていかなければなりません。東京都においても、この西東京市においても、これから望むと望まないとにかかわらず必ず人口が減少するという、私たちの国で今まで経験のしたことのない大きな変化が必ずこの国に、この地域に訪れようとしております。私たちはこうした大きな社会の変化というものを真正面から捉えて、それを乗り越えていく、そうした日本経済、日本社会のモデルチェンジというものを実現していかなければならないのが今の私たちが暮らす東京都、そして西東京市の現状ではないでしょうか。いずれの課題を克服するのも容易なことではありません。でも先人たちが戦後の焼け野原から、オイルショックから、公害から、それを乗り越えるだけではなくて、今の日本の経済を、日本の社会を引っ張っていく、そうした種をまいてきてくださったように、私たちは今こそ力を合わせてこの大変厳しい、そうした状況を乗り越えていかなければいけないんだと私は思っております。そんな大切な時に行われるのが今回の東京都議会議員選挙でございます。何としてでも皆様方の温かいご支援とお力添えをいただいて、我が町の代表として浜中憲方さんを当選をさせていただいて、私たちの思いをしっかりと東京都政へと届けていただきたい、私松本洋平はそのように考えているところでもあります。東京都は言うまでもなく首都東京であります。私たちが町づくりを進めて戦っていかなければならない、競い合っていかなければならないのは、例えばニューヨークであったり、ロンドンであったり、パリであったり、こうした世界の中でも名の通った大変大きな大都市と、私たちは首都東京は戦って魅力ある街にしていかなければなりません。でももう一つ、私たちがこれからしっかりとやっていかなければいけないことがあると思うんです。先ほどもお話をしたように、人口がこれから減少していきます。少子高齢化社会が進んでいきます。特に私たちのこの住んでいる西東京市を中心とした三多摩地域で、私たちがこれからしっかりと取り組んでいかなければならないのは、市民の皆さん一人一人の生活を高めていくということを、私は東京都政の柱に三多
京の思いとして、しっかりと東京都政の政策の柱に立てていただかなければいけないんだと私は思っております。これから高齢者の皆さんがこの西東京の街で安心して暮らし続けていくことができるようにしていくためにも、介護や福祉のための施設整備であったり、そうしたものを進めていくことによって、皆さんがこれからも安心してこの街で暮らし続けることができるような、そうした取り組みをしていかなければいけないのではないでしょうか。現役世代の皆さんをしっかりと支えていくために、子育て支援もやっていかなければいけないと思います。子どもたちがこの東京都でもっともっと健やかに、そしてすくすくと成長していくことができるようにしていくために、子育て関連の施設を充実をしていくことも大事ですけれども、まあ、私も2人の子どもを育てている父親でもあります。これからもう一つやっていかなければならないのは、子どもたちの基礎学力というものをしっかりとやっぱり高めていく、教育をやっていく、スポーツや文化活動にしっかりと触れ合うことによって、子どもたちの未来の可能性をしっかりと高めていくことができるような教育の質の向上というものも、私たちはやっていただかなければならないと思います。安全安心の高齢者の皆さんの暮らし、そして活力あふれる現役世代の皆さんの暮らし、そして子どもたちがすくすくと、そして何よりも子どもたちがそれぞれ持つ可能性をしっかりと我々大人が広げてあげることができるような、そうした教育の質の改善を、こうした私たちは暮らしの質というものをいかに高めていくのか、このことを私はこの西東京の代表として、三多摩地域の代表として、私は浜中宗像さんに何としてでも東京都政で柱を立てていただきたい、そういう思いで今日こうして私松本洋平は浜中宗像さんの応援のマイクを握らせていただいているところでもございます。何としてでも皆さんのお力をいただいて、浜中宗像さんを当選をさせていただきたいと思います。誰もがこういう選挙の時には皆様方にいろいろと耳障りのいいことを言うかもしれない、もちろんそれは選挙ですから当然だと思います。でも皆さんにはもう一つ大切にしていただきたいことがあるんです。それは一体何かというと、声を聞くだけ、その声を東京都に言うだけじゃダメなんです。それを実現をしていくためには、一生懸命汗をかいていかなければいけないんです。仲間の議員たちに説得をし、多くの仲間たちに賛同を得て、1人が10人、10人が20人の力をしっかりと発揮することができるような、そういう地道な汗をかくことができる人間が、私は本当の意味での政治家なんだと思っております。浜中宗像さん、これまで3期10年市議会議員を務めてまいりました。そして新型コロナウイルス感染症で昨年から大変お困りの方たちがいらっしゃいます。浜中宗像さん、自分の事務所を相談所として開放をいたしまして、地域の事業者の皆さんにお声掛けをし、そうした皆様方がどんな制度があればこういう皆様方を助けることができるのか、今なかなかパソコンを使えない、そういう人たちもいらっしゃいます。そういう人たちの申請の支援を一つ一つ解決をしてきたのが浜中宗像さんです。私も街を歩いておりますと、事業者の方から浜中宗像さんに実際に申請のお手伝いをしてもらうことができたから、なんとか事業を継続できています、そういう声を実際にいただくことも何度もあったところでもございます。ぜひとも皆様方にはこうした実績というものもご理解をいただきたいと思います。加えて浜中宗像さん、市議会議員3期10年やってますけれども、実は今でも消防団の一員として地域の安全安心を守るために実際に汗を流しているのがこの浜中宗像さんであります。皆さん、政治家である前に一人の市民として実際にそうした消防団活動や青年会議所活動をはじめとして必死になって町のために汗をかいている、この汗は事実であります。そしてそれは絶対に裏切るものでは私はないと思います。どうぞ皆様方の温かいご支援とお力添えをいただいて、本当に今東京は大切な時を迎えています。日本は大切な時を迎えております。皆様方の温かいご支援とお力添えをいただきまして、浜中宗像にどうぞご支援お力添えを賜りますようによろしくお願いを申し上げたいと思います。先ほども申し上げましたけれども、
この西東京市は現職2人に新人候補として浜中候補が挑戦をする、そういう大変大変厳しい選挙戦を今強いられているところでもございます。でも一方で新型コロナウイルス感染症の影響でこれまでと同じような選挙活動が展開をすることができていない、これも実際のところであります。今回のこの東京都議会議員選挙で一番大切になっていくのは皆さんの一人一人の口コミの力だと私は思っております。ぜひとも今日私どもの話を聞いていただいて、安倍前内閣総理大臣の話を聞いていただいて、そして何よりも候補者であります浜中憲孝さんの話を聞いていただいて、皆さんにはぜひとも共感をしていただき、浜中憲孝さんに成り代わっていただいて、一人一人にお声がけを賜りますようによろしくお願いを申し上げます。どうぞ新型コロナウイルス感染症を乗り越えてまいりましょう。人口減少少子高齢化社会の中で我々三玉地域の暮らしの質を上げていく、そういう政策の柱を我々の代表として浜中憲孝さんにしっかりと打ち立てて頑張ってもらいましょう。どうぞ皆様方の最終最後まで浜中憲孝へと黙りますことを心からお願いを申し上げ、衆議院議員私松本洋平からの お訴えお願いとさせていただきます。浜中憲孝さんをどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。続きましてこの選挙戦全力で戦い抜きます、自民党最重点候補浜中憲孝候補よりお伝えをさせていただきます。金瀬駅北口のご一お借りいたして皆様本当にありがとうございます。また連続で飛鳥住宅の皆様、大変高いマイクで失礼をいたしております。本日こんなにも多くの皆様にお集まりをいただきまして本当に心から感謝御礼を申し上げます。ありがとうございます。私浜中憲孝が政治を志したのは、困っている人がいたらそれは政治の責任である、そのように私は考えております。コロナ禍の今、政治の役割、これが最も求められているのではないでしょうか。私は昨年の緊急事態宣言以後、多くの皆様から困った、経済が成り立たない、明日からどう暮らせばいいんだ、店は開けていいのか、いろんな質にも似た声を聞きました。私は自分の議会レポートの特別号としてコロナ市民何でも相談室、そうしたものを自分の事務所に開設をいたしました。皆様のお家にもポストに入っていたかもしれませんが、私の携帯電話の番号を大きく載せて市内の8万5千件にお配りをしました。そうしましたら1週間も経たない間に200件以上の人からありとあらゆる相談が寄せられました。困っている人たくさんいました。新型コロナウイルスによって私たちの生活は一変をしてしまいました。今政治が行わなければいけないこと、それは2つ、徹底的に命を守っていく、そして皆さんの暮らしを守っていく、まさにこの2点にあるかと思います。命を守るという意味では今この西東京市においては65歳以上の方の 65% が1回目のワクチン接種を終えております。これから64歳以降の一家の方に今クーポンをお送りいたしまして、やっと届いたよ、そういう声が徐々に開いてきてております。西東京市においては3カ所の集団接種、5カ所の総合病院、80カ所のかかりつけ医、こうした医師会や地域の皆様と市東京都が連携をしてフルスペックでのワクチン接種体制を取っております。コロナウイルスに感染させない、
感染しない、そのためにはワクチンを迅速に着実にやらなければなりません。これからの西東京市において大切なこと、このワクチンをスムーズに接種をさせていく、また暮らしを守る、そういう意味では雇用調整助成金があるよ、でも使い方がわからない、手続きが難しい、そうした話をしっかりと私たちはやっていかなければいけない。例えばこのコロナウイルス、しっかりとワクチン接種を行い、経済を元に戻し、当たり前の日常を皆さんと取り戻していく、そのために東京都との連携は必要不可欠である、私は考えております。役人の皆さんは一生懸命頑張っているかと思います。例えばコロナワクチンの話をすれば、市民の皆様は西東京市、医療従事者の皆様は東京都、セグメントが違うわけであります。そうすると市民にワクチンを打つ医療従事者の方が、俺まだワクチン打ってないんだよ、こういうこともあったわけであります。現場の声を届けるのが議員の仕事であります。私はしっかり今ここにいらっしゃる皆さんの声をしっかりと吸い上げて、東京都につなぎ、西東京市と東京都の懸け橋として、東京都の光をこの西東京市に当てていきたいと考えております。また政治の役割、先日千葉で飲酒運転によりトラックが小学生の列に突っ込み、5人が亡くなってしまった、5人が死傷をしてしまった。私も6歳の子供を持つ父親として、同年代の小学校のお子さんが亡くなった、そういう痛ましい事故を見て心が痛む思いであります。例えばそれにしたって7年前にガードレールをここにつけてほしい、そういう要望があったと聞いております。安倍総裁が、すいません、菅総理が各小学校の通学路をしっかり見直してほしい、これは京都の事件の時にもありました。政府がこうしてほしい、こういったものを各都道府県の教育委員会に投げ、それが我が西東京市にも降りてくる、そうなった時に国、東京都、西東京市、この連携をしっかりしなければ、地元の声を行政にしっかり届けなければ、防げたものが防げなくなってしまうこともある、まさに私はそのように考えております。こうした事例を一つとっても、政治の連携というものはとても大切であります。皆さんと一緒にこれからこの西東京市をさらに発展させていくために、東京都の光を私はこの西東京市に当てていきたい考えております。私が27歳の時に、その悲しい北口でマイクを持った時、市議を志してマイクを取った時に、私の話を聞いてくれる人は誰一人いませんでした。しかし今こんなにも多くの方に囲まれて、前総理大臣安倍晋三さんが私のために応援に駆けつけてくれる、この10年間で市議の先輩方に、地域の皆様にお育ていただいて、経験と実績を積ませていただきました。今38歳、自民党の最年少公認候補であります。あと30年政治家をできるなどすれば、私は小さな声から大きなビジョンをしっかりと描き、この西東京市から東京を、日本を変えていきたいと思っております。しかしながら大変厳しい選挙でございます。都民ファーストの旋風が4年前に吹き荒れましたが、今もまた支持率を伸ばしている、そういう声が入ってきております。安倍総理が入るということは、それだけ厳しい選挙ということでございます。皆様お一人お一人のお力をどうか私浜中典方へとお寄せください。皆さんの携帯電話の中に入っている家族、知人、友人、お声かけをいただきまして、なんとか
私浜中紀方を都政壇上へ押し上げていただきたい。私は切にそう願います。仕事で皆様にしっかりとお返しをさせていただきたい。これからの10年先を100年先を見越したこの西東京の街づくり、東京と国と連携をして私はしっかりとつないでいきたいと考えております。今安倍前内閣総理大臣が到着をいたしました。皆さん大きな拍手でお迎えください。ありがとうございます。ありがとうございます。安倍前内閣総理大臣がただいま到着をいたしました。皆様ぜひ安倍さんの声に耳を傾けていただきまして、どうか浜中紀方への支援を何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございました。大変お待たせをいたしました。本日は浜中頑張れ負けるな紀方と前内閣総理大臣安倍晋三衆議院が駆けつけてくださいました。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、安倍晋三でございます。今日は大変お忙しい中、またコロナ禍の中、浜中紀方頑張れこのお気持ちで街頭に足を運んでいただきまして本当にありがとうございます。ただいま皆さん浜中候補の力強い訴えを聞いていたんだと思います。浜中さんは市会議員として3期10年務められて、いよいよ市会議員挑戦します。今38歳ですね。38歳になったばっかり、若々しいじゃありませんか。実は私が初めて衆議院議員になった時はちょうど同じ38歳です。私はこんなのさんです。皆さん今はだいぶ年齢を重ねてまいりましたが、まだまだ頑張ろうと思っているんです。今一番大切なことはこのコロナ禍を克服していくことであります。そのためにもワクチン接種加速していかなければなりません。どうやって加速していくか、やっぱり地域の病院や医師会の皆さんと協力をしながら、市長や会議員の皆さんと協力をして、さらに党を動かし国の支援を得て連携の中で加速をしていくということになります。浜中さんはまさに市会議員としての経験があり、人脈があります。そして皆さんに都会議員としてご支援していただければ、国の松本洋平さん、また河野太郎さんたちと連携をしながらしっかりさらに加速していくことができると思っています。おかげさまで65歳以上の方のワクチン接種率だいぶ上がってきました。今65歳以上の方1件は接種していただいています。その結果どうなったか、では65歳以上の方の陽性率、今まで2割を超えていたんですが、7% 前後まで落ちて、5% の時もありました。もっともっと接種率を上げていって、高齢者の皆さん、このコロナから守り抜いていかなければいけないと思っています。さらに、65歳以下の方々の皆さんの接種も、同時に今、職場接種等がスタートしています。しっかりとこの接種を進めて、皆さんと共にこのコロナ禍を乗り越えていきたい、そういう中において治療薬の開発もピピッて進んでいます。私たちの力で、みんなの力でこのコロナ禍を乗り越えていこうではありません。この方は、なんとお父さん、3人の子さんのお父さんであります。子育て世代として、子育て世代が抱えている不安や悩み共有してきました。自分で体験してきました。その中で子育て支援も一生懸命頑張ってきたのが浜中さんであります。安倍政権においても一生懸命子育て支援進めてきました。一つは何といっても幼児教育保育の無償化であります。
と同時に大学教育もお金がかかります。真に必要な子どもたちへの高等教育の無償化も実現しました。また奨学金も今まで金利がちょっと高めだった会社の大変こういう声に応えて給付型の給付金制度も始めましたし、そうでない金利ゼロの奨学金も多く作って返済についても柔軟な返済が可能な形に変えていました。さらには都もしっかりとさまざまな政策に上乗せをしていただいていると思います。私たちはこれからもしっかりこうした子育て世代お母さんお父さんを応援をしていきたいと思います。同時にやっぱり高齢者の皆さんに対する支援も必要です。どうも安心して暮らせる街、東京を作っていく上においても浜田さん頑張ってきたし、浜田さんの都においてる力も私たちは必要としているんです。医療提供体制をしっかりと充実させていく、安心できる介護体制をしっかりと作っていく、それは国と都と市が連携して初めて可能となるものであります。その連携ができるのは皆さん私たち自由民主党であります。で今回の選挙においては自由民主党が公認をし、公明党の皆様にもご推薦をいただいています。しっかりと与党として責任を持ってこうした政策を進めていく決意であります。少し浜模様になってきました。私たち政治における一番大きな経済分野における責任とは何か、今日はいろんな世代の皆さんがこの会場に足を運んでいただきましたが、働きたいと考える皆さんが働ける社会を作っていくことなんです。私たちが政治を奪還した9年前、2012年、どうだったかといえば、当時は行き過ぎた円高によって製造業はどんどん海外に出ていってしまった。下請け企業は生きていくことができないから工場を閉め、工場を閉め、そしてお店を閉めるしかなかった。全国で連鎖倒産という言葉が覆っていた。その中で高校を出て大学を出てどんなに一生懸命頑張った、なかなか就職できない時代だったんです。この状況を変えるために私たちは政権を奪還して、いわゆるアベノミクスを進めた。まあ、その結果どうなったか、いろんなことを批判する人がいますが、結果が示しています。当時正社員になりたい方の有効求人倍率は 0.53、 つまり100人正社員になりたいという方に対して53人分の仕事しかなかった。3人に1人しか正社員になれなかった。それを私たちが政策を進めた結果、2019年には 1.57 倍、100人正社員になりたいという人がいれば157人分の正社員の仕事があるという状況を私たちは作り出すことができました。1倍を超えたのは史上初めてのことであります。正社員になりたいという人にそれの以上の仕事がある、真っ当な社会を私たちは実現することができた。今残念ながらコロナ禍で状況は厳しくなっています。しっかりと下支えしていくということが求められていると思います。昨年私たちは昨年から思い切った経済対策を行った、事業規模で200兆円の対策を行っています。まだまだ不十分なんじゃないか、厳しいお叱りをいただいています。まあ、慣れましたから私たちはさらなる下支えが必要だとそう考えています。私たちの対策は政府と日本銀行の連合軍でやっています。まあ、ですから政府が出した国債は全部日本銀行に貸していただいていますから、いわゆる孫の代に地を回しているということには実は今の対策はならないんです。政府と日本銀行の関係というのは親会社と子会社の関係ですから一緒に頑張っていく。ただもちろん問題はインフレになったり円が暴落したらこれはダメです、やらないといけません。でも今全くそんな状況はありませんから、もう一度思い切った対策を打っていく必要は今の状況ではあるのだろう、私はこう思っています。こうした対策をしっかり進めていくためには街の声を拾っていく必要があります。浜中さんは誰よりもこの街を知っている。足を防御していろんな街頭に立つ
そしていろんな街角に行って皆さんの声を集めてきた。そういう声を政策に変えていく。この経済対策においてもそういう皆さんの声を集めて具体的な国会と国と都と市が一丸となっていくためにもどうか厳しい厳しい戦いになりますが、浜中憲方さんを取り替えにお越しいただきますようによろしくお願いを申し上げます。今日は浜中公園の中本当にこうやってご清聴いただきましてありがとうございます。どうか今簡単に期日前投票ができます。お札声で合わせの上投票箱に足を運んでください。お父さんお母さんご主人やあるいは奥さんを奥さんたちを友達も連れてきてください。恋人も連れてくださいよ。昔の恋人も探し出してどうか連れてきていただきたい。よろしくお願いします。浜中乗り方とご主人様よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。安倍さん、再開でお願いします。以上をもちまして、ご当地田無駅駅頭をお帰りいたしましての、お帰りの演説会を終了させていただきます。あと一歩、もう一歩、浜中乗り方。浜中乗り方までのご支援を心からお願い申し上げます。ご清聴誠にありがとうございました。